精一杯戦います。Yeah!
ルトたちは元気かな。コンビニでバイトしてます。またお菓子用意しとくから。Oh!
一緒に行きましょう。これで満足ですか？特警隊。気をつけて。自動警部、いい響きだ。自動警部、いい響きだ。自動警部、いい響きだ。今度また試してみてくださいね。準備は進め。正体がバレない。準備は進めているか。報告事項はある。逃走経路を確保するまで目立つ行動はするな。任務をつく。特警隊ケル、どうぞお気をつけて。自動警部、自動警部、いい響きだ。自動警部、いい響きだ。自動警部、いい響きだ。
行きます。そこ焼き尽くす。Thank you.
次の命令をお願いします。ヘル、ちょうどよかった。お前、本部から送られてきた手紙、ウルフドッグのレビア見つけし知ってしまった。私は待て、お前たちが何の罪を犯したのか、そして今はテロ組織のテロ、自分たちが捕まお前たちはだ、そんなに、そうか、だが俺がそう、それじゃ引き続き任務をおつか、ついさっきお前の仲間、確かテロ組織が大鳥に、今その場所を教える、頼んだぞ。ご用の際はいつでもお申し付けください。どうやらレイジは静かカンパニーが用意した、知ってしまったみたいですね。またお待ちしております。どこかで会ったような、会っていないような。精一杯戦います。そこ、焼き尽くす。ごめんなさい。そこで行きます。そこ、焼き尽くす。
緒に参りましょう。移動します。
次の命令をお願いします。よく私も科学の力で復興。今は無事にバグ、よくやった。だがあまりに陽動ですか。これ以上ここに留まるのは危険。ついに報告事項、逃走経路、貴様は最後に戻ってくる頃に大鳥の姿を目に焼き付けておけ。二度と正体がバレないよう注意しろ。Get
デビュー、移動します。Thank you.
行きます。
行きます。Yeah!
ソータ、尾上。ソータ、またお菓子用意しとくから。はじめ、これからもレイジ・鷲塚カンパニーをよろしくお願いいたします。またお会いしましょう、ヒーローさん。Yeah!
焼き尽くす。Yeah!
一緒に行きましょう。私、神秘的、気をつけてお帰りください。またお待ちしております。準備は進めている。準備、報告事項は正体がバレないよう注意しろ。Thank you.
一緒に行きましょう。させません。はじめまし。またお越しください、エージェント殿。今はさ戻った。ようやく通す準備ができし。空港は心配はいらん。今なら我々はそれに要は空中不謹慎かもし。そのような経験。むやみに死という言葉を使うのはよした方がいい。勝手に死ぬことは許さん。俺たちと共に生き残るぞ。自由を手にするその日まで。はい、私は死にません。そして皆様と共に自由を手にしてみせます。それまでは必ず守り抜きます。私の命も意志も大切な人たちも。正体がバレないよう注意しろ。大鳥ともお別れだな。俺の中にこんな思いが残っている。あ、どうしたの？どっかで会ったことはあったっけ？またお菓子用意しとくから。科学の力で。あ、お話しした。はい。私たちの研究チームはユニオンの研究所でプレーンゲートの研究をしているのですが、暁の地下で見つかった異物は次元界へつながるゲート、プレーンゲートの発生装置だったのです。私たちはそのプレーンゲートを使用して
次元界の探査を進めていました。ですが探査に協力してくれていたクローザーチームが他の任務についてしまい、これ以上探査ができなくなってしまったのです。危険が伴う任務ですから、志願者を見つけるのも大変な状況で、それを源平熊面さんに相談したら、あなたたちを推薦してくれました。どうでしょう。お手伝いしたいのは山々なのですが、今は余裕が。私は今他の任務に当たっているので。レビア、トレーナー様、急にどういたしました？彼女には聞こえないようレイブンの音量を調節している。話は熊面氏から聞いている。確かに我々は追われる身、一箇所に長く留まれば発見されるリスクは増加していく。だが逃走資金やその後の活動資金が必要なのも事実だ。バルチャーズの信を受けられなくなった以上、活動資金は自らの手で確保しなければならない。次元界の探査に協力すれば相当額の資金を得ることができるだろう。熊面氏もそういう思惑で我々を推薦してくれたのだ。活動資金調達のため探査に協力しろ。以上だ。活動資金、どうしました？もし協力してくれるのであれば話は通してありますので、私も科学の力で復興支援します。特警隊、ケル、どうぞお気をつけて。君と走ったの、また会え。サトコ、ラボに行きたくなったら。君と走ったのはどう？後ろにしっかり。はい、一緒にこの時間を楽しみましょう。 Good。 じゃあ行こうか。科学と野生が融合したアイビスクイーンの力を見せてやるよ。ヤッホー、あたいは流星。エクセイエクセイエクセイ。いつ乗っても素晴らしい。このスピード、快感。私も入れ。ゴー。 Are you okay? 大丈夫？はい、いつも以上に気持ちよかったです。ガールのスマイルを見ると私もハッピー。また一緒に走ろう。はい、またぜひお願いいたします、ライナ様。では私は探査に協力してまいります。うん、わかった。それじゃあ探査頑張って。移動したくなったら言ってね。いつでも待ってるよ。おや、僕。おや、あなたはどちら様ですか？ここは関係者以外立ち入り禁止です。勝手に入ったら逮捕。て、あなたはもしやイレイザーズのエージェントですか？私を。以前、あなたたちのチームを監査したことがあります。その時にあなたに関する資料も見ました。写真で見るよりもずっと可愛いですね。可愛いだなんて、そんなこと。恥じらう姿もこれまたいいですね。もしかして探査に協力してくれるエージェントというのはあなたのことですか？はい、しばらくの間お手伝いすることになりました。そうでしたか。これからよろしくお願いしますね。うひょー、華やかな女性が来てくれて嬉しい。ようやく僕にも運が向いてきましたね。それではまずあそこにいるチーム長のアラレイ一条さんに挨拶をしてきてください。見た目は小さくて可愛いのですが。
性格がちょっとアレなもんですから。あなたも気をつけてくださいね。かっこよく撮りますから、頑張ってくださいね。私たちが次元界の謎を解明するのよ。よく来た、あんたが探査に協力してくれるっていうエージェントね。さとこ白鳥博士から話は聞いてるわ。私がこの次元界特殊探査チームのチーム長、あられ一条よ。はじめまして。お会いできて嬉しいです、あられ一条様。私はレビアと申します。これからよろしくお願いいたします。初めて。何が初めてなのでしょうか。今まで初対面の大人はみんな私を子供だと思って接してきたわ。無視する人間もいたし、心の中でバカにしてる人間もいた。裏表なくちゃんと挨拶してきたのはあんたが初めて。気に入ったわ。レビアだっけ。これからよろしくね。あんた、その首につけてるのって次元圧発生鳥か。なんでそんなものつけてんの。この首輪をご存知なのですか。もちろん知ってる。一度つけたら二度と外せない、悪魔の首輪。それを作ったのは10年前にゲートと次元圧について研究していたある科学者よ。天才的な頭脳を持っていたけど、己の狂気に身を委ね人類を裏切った。最後はユニオンに射殺されたって聞いたわ。あんたの首輪はその天才科学者が残した遺産の一つ。現在の技術力、私の知識じゃ外したり壊したりすることも難しいわね。方法があるとしたら最大出力で作動させて装着者の首を吹っ飛ばすくらいしかないわね。そうですか。あんまり気を落とさないで。方法がわからないって言ってもあくまで現時点ではだから。それにしても一体誰がこんなものを。今の時代こんな非人道的な行為は許されないわ。あの、それは答える気がないなら答えなくてもいいわ。勝手に調べるから。はあ、話が長くなったわね。そろそろ本題に入りましょう。次元界で活動するためには次元圧に耐えられる装備が必要よ。まずは私が指定する材料は。次元界は未知の領域よ。無理はしないでぞ。いつか必ず。早速探査を始め。私たちがサポートするから安心して。次元界の謎、いつか必ず。ん？呼んだ？いつでも待ってるよ。
一緒に行きましょう。次の命令をお願いします。
昭和学園の。昭和学。それじゃ、頼んだわよ。ハルトたちは元気かな。これからもレイジ・鷲塚カンパニーをよろしくお願いいたします。はじめまして。